新型の V ストローム1050の開発コンセプトは、ザ・マスター・オブ・アドベンチャー、誰もが認めるアドベンチャーモデルというような意味合いを込めて開発をいたしました。鈴木初めての試みとして、スロープディペンデントコントロールやロードディペンデントコントロール、ヒルホールドコントロール等を盛り込みました。今回は80年代にパリダカールで活躍した ER ジータをイメージしながらも全く新しいデザインといたしました。デザイン is in our DNA。 やっぱりオリジナリティですかね。誰が見ても、あ、これ鈴木直系のデザインだなっていうことが分かるという。一言で言うと、とにかくワクワクさせるところ、一目見た瞬間に乗り出したいって直感で感じるような世界観にまとまったなと考えてます。初代の DR ジーターに代表されるんですけれども、カウルとタンクのラインとフレームカバーのラインの、その辺の特徴をうまくフィードバックして、で現代風にさらにアレンジして、アグレッシブで力強いデザインに進化していると。ワクワクと道具感という2つのキーワードをもとに今回デザインを考えてます。エンジンの色ですとか機能部品とかの色の見直しなどを徹底して行いました。泥臭さや熱い思いみたいなものが当時のモータースポーツシーンにはあったというふうに私は考えてます。その熱い思いとか泥臭さとかスパルタンな印象とか、そういうものをしっかりデザインには込めていきたいなと今回考えました。バイクの楽しい要素っていうのをしっかり拾ってデザインできたので、デザイン性能ともにすごい楽しいバイクになったんじゃないかなと思ってます。そうですね、自信の1台ですね。スタイリングと機能を備えた完璧な1台だと思ってます。今回プロテクション性能を重要視して風洞実験をやってます。実車の実験とデータを組み合わせてより高いものを作っていってます。今回ですね、ユーロ5対応、排ガスの対応をしながらですね、性能を上げていくっていうところは非常にハードルが高いところですけども、みんな開発陣がしっかり、ターゲットを持って、開発したので、自信を持って、出せるオートバイだなというふうに思ってます。トラクションコントロールとか、ブレーキの安定性が向上してまして、不安定な場所で滑りやすい路面とかでもとても安定性が高いふうに感じます。オンロードは特に力を入れてて、ワインディングとかでは他社を圧倒するようなオンロード性能を有していると思います。高回転で楽しめるエンジンになっています。鈴木の V3 はですね、TL シリーズから始まってるんですけども、私はそれからずっと携わっておりまして、絶対の自信を持ってます。低回転での鼓動感、トルク感から、高回転側のパワー感ですね、その、両面、二刀流と言ってもいいと思うんですけど、この二刀流なエンジン特性が、最大の魅力だと自分は思っています。高回転のパワー感というのもですね、他の2気筒エンジンがない特徴を持っています。低速トルクのフィーリングを維持しながら高回転のパワー感も付加する。特にその高回転っていうのを吹き上がっていく気持ちよさを、重視して開発いたしました。エンジン一つです、はい、私の経験を全て盛り込んだつもりです。特にスロットルワークがこう自然にできるように FI フィーリングにはこだわって作り上げてきました、ね、いっぱいわがままを言って実験担当者は多分苦労したと思います。ただエンジニアがすごく優れているので要望に近いように作り上げてきてくれました。そうですね、かなり厳しいことも言われて、最初は全然ダメだと言われてたんですけども、今ではですね、今世の中に出てるバイクの中で一番いいフィーリングだと言ってくれて、やっぱ新しいものを試す時っていうのはライダーより先に乗って自分がこう思うんだけどっていうところから話をしないとなかなか説得力持てないもんですから、でそれを共有できた時っていうのはものすごく嬉しいです。やっぱり一番の利点はこの頭で考えたことっていうのがダイレクトにエンジンに伝わるっていうことだと思います。こういう加速をしたい、こういう動きをバイクにさせたいっていうのがスロットルグリップを通じて直接エンジンを握ってるような感じでバイクを操作できると思います。そのフィーリングっていうのを直接確かめてほしいと思います。今回の V ストローム1050はですね、まず見ていただいたところで非常にデザインかっこよくできたと思います。
で乗っていただくとですね、さらに V ツインの鼓動を感じながら快適に、長い、旅に、出てもらうこともできますし、ぜひですね相棒として、乗っていただきたいというふうに思っております。